意外が。いよいよ鹿児島に到着だね。ドキドキするな。ああどうしたの？いや、思い出してたんだ。俺が初めてこのフェリーで日之島、お前の故郷に行った時のことをな。やっぱりドキドキしてた？ドキドキしてたというか、不安だったっていうか。にしても、本当山と海だけ遠くまで来たもんだ。うわあ！ああ！初めて会った時、意外が腰抜かしてたよね。お前も初めて会った時って男の子に見えたけどな。ひどい。私意外が来るのずっと楽しみにしてたのに。トンボもそうだけど、この島の人たちって本当に個性豊かだよな。お前のじいちゃんは最初見た目がおっかなくて苦手だったけどさ。でもゴンジーはイガイガのこといろいろ気にかけてたよ。濁っとる。灰色の目をしてるよ、あいつは。イガラシイチガさん、イガイガさん。あ、はいはい、私です。ちなみに五十嵐和義です。あんたかえ、イガイガさんは。節番は最初から優しかったでしょ。ああけど、思い返してみると、俺を最初にイガイガって呼んだの節番だったんだよな。あと朝飯うまかった。はい、館長さん連れてきたよ。はあ、館長は言ってみりゃ俺の上司に当たるんだけど、全然そんな感じしなくて気さくだったからホッとしたよ。名前なんだっけ、館長？おいおい、日高健人だろ。あ、そっか。じゃあ文平のフルネームは？文平太郎。文平治、覚えとけ。あ、陽子姉を見た時はどう思った？どうって、そりゃあ、陽子さん。文平、運転しろって。あった。たくも。出血を取ります。サッカーしようよ。駐在さんに、先生に、渡るに、ユーマ、みんなすぐに意外がと馴染んだよね。顔怖いのに。お前が一番早く馴染んでたのか。あとは島の生き物、夕日色の赤ひげの美しさ、それと普通にヤギが歩いてるのには驚いた。あとあのブト。お尻刺されてたよね。あの凄まじいかゆさ。いや、ほんと島の生き物ってすごい。赤ひげ、トカラウマ、ヤギ、オオウナギ、文平、ブト。あれ、今文平混ざってなかった？文平？けど、何より驚いたのは、あの島にものすげえゴルフコースがあったことだ。な！なんじゃこりゃ！すげえ。海沿いの自然の地形を利用してもろにリンクスじゃねえかよ。島のみんなが自分たちで楽しむために作ったんだよ。ほい。今日は向かい風か。打つよ。グリップもいわゆるベースボールグリップ、まるっきり遊びなんだな。しかもあの極端なオープンスタンス、まともに海を向いてやがる。これだけのもろ上げとなると、普通は低くて強いドローを打ちたい。それを薄っぺらの三鉄、女の子にしたらべらぼうに長く硬いクラブでドスライスを見越してのことなんだろうか。うっ！そこだー！
こんなゴルフをする子がいるのか、化け物かもしれないって思ったな。化け物？ひどい。いやいや、褒め言葉だ。すごくインパクトがあったってこと。いやいや、化け物はひどい。トンボはどう思ったんだよ、俺の印象。そりゃ意外が顔怖いよ。顔怖いってば。意外が顔怖いってかな。はいはい、次行ってみよう。けど最初はお前のことわからないことだらけだったぞ。島を出ないって固くなだったし。私はいるよ。ずっとこの島にいるんだ。どこにも出てかないんだ。ほら。島のみんなの自慢なんだ。時が止まってるみたいだ。お父さんとお母さんはどれだろう。人は死んだら星になるって言うじゃん。三鉄でゴルフを覚えた理由を知っていろいろ納得がいったけどな。あの時意外が泣いてたでしょ。星の光が目に染みただけだ。へえ。なんだよ。へえ。あ、すみません、調子に乗りました。お前高校はどうするんだ。島には中学までしかない。高校には行かない。ずっと島にいる。トンボに新しい世界を見せたくていろいろやってみたっけな。うん、めっちゃくれたよね。三鉄以外で初めてのクラブ。お前の父ちゃんの思い出が染みついたグリップだ。このウェッジなら使ってみたいだろう。せっかくウェッジがあるんだ、三鉄じゃできない遊びを教えてやろっか。あ、ん？太陽が沈んでいくみたい。ああ、ベンチを置いて正解だな。トンボとゴルフを楽しんでベンチから見る夕日、確かに最高だった。でしょでしょ。ゴルフを楽しむ、当たり前のことを思い出させてくれたんだよな。その割には後できっついこと言ったよね。トンボ、お前がやっているのはゴルフじゃない。ゴルフじゃない。トンボとトンボのゴルフに刺激を与えたかったんだよ。刺激？あ、そうそう、すっごい刺激を呼んでくれたよね。つぶら。陽子さんの姪っ子。アダニアつぶら。つぶらは今まで一緒にゴルフした人と全然違ってた。すごく上手くて、私初めて自分の胸の中がざわざわしたんだよね。ああ、まさにトンボの刺激になってくれたな。スリークォーターショット、ドライバーで。やったー。うん、つぶらってこっからここまでしか振らないんだね。なのにパピューって。私はオールスリークォーター。これで日本を取るの。日本？そう、
コーチが3クォーターショット1本を極めれば日本のてっぺんは取れるって。その後のフルショットは世界を取りに出るとき覚えればいいって。世界、トンボと同い年で世界を口にするか。なんか負けたくない。つぶらのやつ、トンボのゴルフに驚き半分呆れ半分って感じだったな。まあ一本足打法はやりすぎだったかな。なんなのよ、ほんとわかんないさ。フェースを開いた。今度は何をするつもり、トンボ。つぶらにとってもトンボのゴルフは衝撃的だったみたいだな。頭抱えてた。私いつも通りやってるだけだったんだけどな。つぶらはトンボにとって将来のライバルになる。俺はそう確信したぞ。つぶらはどう思ってたんだろう。俺と同じさ。お前にゴルフをもっとやってほしいってな。だから少し厳しいことも言ったんじゃないか。うん、回ろう。トンボの夢は？夢？どんな自分になりたいの？どんなことを目指すの？私はこの島にいる。ずっと？何するの？何って。ただ島にいるだけ？それがトンボの夢なの？そんなのってつまらないじゃん。トンボのこれからの人生何もないじゃん。この島には何だってあるよ。トビウオ、赤ひげ、つまらなくなんかない。私はここがいいの。死ぬまでここで生きていくの。ここがいいと思い込もうとしているんじゃないの。もっと違う世界があることを認めたくないだけなんじゃないの。もっと素敵な景色があるかもしれないじゃない。言われた時はちょっとショックだったけど、でもあの後つぶらのゴルフに対する本気の思いを知ったんだよね。もう何年もずっと古い軽トラに乗ってるの、私のお父さん。サビだらけ、荷台は穴が開いてる。子供にゴルフさせるのってお金かかるんだよね。私絶対ゴルフ上手くなるの。お父さんに豪華な車買ってやるの。私もトンボに受け取ってほしいものがある。突然クラブくれるなんてびっくりしたよ。俺は確信したぞ。つぶらは将来トンボのライバルに。それさっき聞いた。大事にボロボロにして。それはコースを設計した人が置いてたアイデアだよ。こうすれば6ホールになるぞって。あのコース、島のみんなで考えて作ったんじゃなかったんですか。作ったのはそう、でも設計はクタさんが一人でやったんだ。会いに行こう。え？このコースを考えた人に。一緒に行こう、トンボ。私も。最初はすごく怖かったんだよ。島を出ないって言った私に悪歴島へ行こうって。俺の顔よりか。悩むのかよ。でもさ、イガイガが自分のこと話してくれてびっくりしたな。ああ、お前だけには話しておかなきゃって思ってたんだよ。俺は元プロゴルファーだ。もっと。俺はゴルフと家族を、何よりプロとしての誇りを失った。それでも人間っていうのは腹が減るんだよ。それおかしくて。俺はトンボにもっとゴルフを知ってもらいたい。あの時イガイガの涙に驚いた。でもきっと勇気を出して話してくれたんだなって。だから私も勇気出さなきゃって思えたんだ。トンボ、お前ってやつは。くっ。悪歴島のクタさんに会いに行って。ほんとすごいところ住んでたよね。玄関までが獣道だったもんな。これがクタさんの家らしいな。
セントアンドリュース、夕暮れ、いや朝焼けだな。どれもテレビで何度となく見たコースなのに全く違う印象だ。誰だ？あなたがこの島に小さなホールを作ったと聞きました。本当ですか？ああ、あるとも。お願いします。そこでトンボにプレイさせてやってもらえませんか？綺麗なホール、日の島と全然違う。意外が言ってたよね、このコースはブラボーに難しいって。ベラボーに難しい、意味不明だろ、ブラボーじゃ。一ホールだけのコース面白かったよね。ブラボーに難しかったけど。ベラボーな、お前わざと言ってるだろ。やったー。この島に来てどうだった？初めてのホールのプレー、経験したことのないスピードのグリーン、どうだった？楽しかった、すごく。悪歴島にお前を連れて行ったのは正解だった。心からそう思ったな。私もね、イガイガが今まで言ってくれたことやっと分かった気がしたんだ。うん、なんて言ってた俺は。よし、次行ってみよう。こら、クラブ4本になっちゃった。イガイガ、ズブラ、クタさん、そしてお父さん、お母さん、私ね、決めたことがあるんだ。私は決めました、来年の春、島を出ます。卒業証書、大井トンボ。夏休みが終わってから卒業までに随分背が伸びたな。制服なんてツルツルてて。どうしたの意外が。いや、トンボの成長を思い出した、ついな。年取ると涙もろくなるって言うよね。体はでかくなっても中身はガキンチョのままのお前に言われたくないわ。泣きながら顔怖くすんのやめてよ。明日寝坊すんじゃねえぞ。うん、最後の夜なんて言っていいかわからなくてさ、いろいろ話したいことあったはずなのに。私の背中を押してくれたのも支えてくれたのもコンジーだったから。そうだな、トンボのことを世界で一番思ってくれているのはコンジーだからな。私はみんなに育ててもらいました、ありがとう。行ってきます。トンボ、忘れるもんか。俺とトンボはジジイと孫なんだからな。感じ、いつでもいつでも帰ってこい。辛かったらこのジジイのところに、この島へいつだって帰ってこい。コンジ、コンジ、行ってきます、行ってきます、コンジ。よく見ておけトンボ、あの島がお前の故郷だ。
お前の物語が始まった場所だ。お前の誇るべき故郷だ。よく見ておけ。トンボ、ここからが始まりだぞ。うん。いよいよだな。あ、鹿児島が見えてきた。明かりがすっごい。じゃあ、なんかうまいもん食っていくか。やったー、意外がのおごりで食べ放題だ。え、あ、あの、トンボさん。これが水平線だけを見つめて育った目か。やっぱりトンボは来る。次回、おいトンボ、トンボ